はい、どうも赤星赤崎瀬尾赤星赤崎トゥイ、はい、今回は総本家さらしな堀麻布十番本店さんということで、麻布十番、そうなんです、麻布か、まあ、住所的には元麻布なんですけども、うん、こちらもですねすごいお店なんですよ、ね、まずはね麻布十番駅からとりあえず最寄り駅だよということを申し上げておきますが、こちらはですね1789年創業、はい、創業なんですが、やっぱ二郎じゃ見ないなこれはまあそうね、いろいろあって1941年に一回閉店してて、84年にまた再スタート切ったと。でも間に40年ぐらい挟んで、そう一回40年挟んでた。何があったんですかね。いや、いろいろありました、これ調べてください。はい、うわ調べますちょっと調べそう、まあ、さらしなそばでね最も古い歴史を持つのがこちらの総本家ということで、ございますね。東京ではね、メニューがまた非常に豊富っすね、うん、でもちろんこの中でさらしなそばというものを私は選んでるんですが、うんうん、これがまた特徴的なね、なんかおそば、そばに明るくないけどね、あ、こちらですわ。これがさらしなそば。何がさらしなのかちょっとあんまり分かってない。なるほどなるほど。これはね、そばの身の核の部分をね、引いたもの一番粉って言うんだけど、うん、それだけを使うと真っ白になるんですね。それがさらしなそばらしい。わ、すげえ。そうで、染まりやすいんですよ、色に。だ口なしってものを使って、これは季節の変わりそばっていうのを今出してる。で、まあ、同行人はね、天ぷらかき揚げなんかも。ね、ヒヤッとしちゃった。あ、僕じゃないですよ。同行人ですよね。同行人です、うん、ね。私はこのように見学してます。食べたくて食べたくて、かわいそう見てるだけですね、じゃあ行ってみましょう。まずはそのまままたお蕎麦からね試してみます。こちらさらしな蕎麦っていうのはですね、喉越しを味わうものだと言われているということで、ね、かなりツルツルしたお蕎麦でございますね。で、おつゆですね。そんなにいかないですよ、そんなにいかないですが、これね 2.2 なんですね2.2 甘つゆです。結構甘つゆなんですね、薄口なわけではないんですけど、うん、お茶を飲むみたいにね飲まれても本当に、ね、唇を濡らす程度で味わいましたから、はい、ね、甘くスルスルと入っていくものですねさ、そして口なそばも拝借します。気になるか、でこちらね、口なしっていうのがそんなに香りが強いわけじゃない、うん、この鮮やかさを楽しむそばなんじゃないかな、なるほど、っていう風に、まあ、ネットにも書いてあります、まあ、よく分かってないです僕も味としてはね、まあ、優しさにね包まれることはあまりなかったですね。ユーミンユーミンのユーミンじゃなかったじゃあ全然なかったですね口なしの代わりはあまりしなさでしたね、そしてわさびなんですが、うん、前回ちょっとこれダイレクトで食うのがもう本当の食べ方だよということでちょっと乗せてね食べたんだけど、うん、まあ確かにちょっとこのツルツル加減とお刺身を食べてるようなこのプリプリ感が結構ね合うなぁ思いましたね。そうなんだ。そうですね、まあ他のそばの場合はどう感じるのかまた違ってくると思いますね、うん、まあ、わさびはこの食べ方で今後行こうかなと。あー、でも、ね、乗せてついに溶かさず。そうですね、辛いけど、まあ、そうなんだ。でも多いところは半分ずつにしたりしようかなと。あ、そしておろしがねついてたんですね、これもねわさびとは違う辛みがあるということで一本大人の味変ということでね、これも非常に面白かったですね、まあ、それにしてもですね、うん、さらしなこめちゃくちゃ美味しいですよ。まずシンプルにめっちゃうまいです。本当にまた行きたいって心から思えるといったところでね、ゆず七味あんま入れないですよね、もうね辛いんだね。ただゆずの風味気になったんで言っていましたが、めちゃくちゃうまいっす、このゆずが。味変し放題の感じは。あ、そうですね、多少に。まあ少しね、うん、うん、まあ、序盤に入れるのは禁物かなという感じですね、さあ、そば行きました。あ、おっと、まあ、後々触れていきますけども、まずね、はい、甘く濃いつゆなんで、うん、薄口にしてね、ちょっと本場長野の地に思いを馳せてもいいんじゃないですか。あ、長野の長野です、さらしな、そう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 、入荷系のそば。それはそうだろ。入荷はしてねえだろ。わかんないけど、わかんないけど。砂場そば前回が結構トロッとしてた。トロトロだったから。それに比べたらという感じね。非常にね、だから一番この部分で透明な、ゆでこ、ゆでつゆなんでね、つゆ透明になるんじゃないかということで。そば茶。そうなんです。そば茶もある。そば屋にいるんだなと。ハイカラ、だそば茶のハイカラレベルかなり高いですよ、これ。そうか。これハイカラレベルです。ハイカラレベルです。はい。そばの風味。パーカーが浮いてるもん、やっぱり。確かにな。もう和装で行こうよ。和服でね、はい、持ってるけども、
持ってるんかいって持ってるけどね、ごちそうさまでしたということで、さあ今回からいろいろ変わってきましたよ。いきだねえ、いきだねえが入りまして、ハイカレベルは84という。あ、高い、前とちょっと違うじゃん。あのネギレベル、わさびレベルは消えました。はい、まあまあネギもね、店によるだろうし。そうそうそう、毎回見直しありそう。 ありそうですね。次また変わってる可能性ある。いや、これは変わらないかな。うん、ネギ多いからといってハイカラかどうかっていうところに疑問を持ったんで。ああ、ちゃんとハイカラを、ね、よかったよかった。そうです、ハイカラをちょっと押していきたい。今までやっぱ質量ばっかで考えてました。あ、そう、ね、そうですね。あのお店の雰囲気とかも結構プラスされていくんで、今後量を抑えていこうっていう。あ、そうっすね。30代ですね。なのでマシマシっていう意味がどんどんなくなってきてはいる。まあまあこれはこれでね、はい、うん、わびさび TV ね。わび変わっちゃうから。あと、あのそばやり始めてから、はい、インスタのフォロワーがどんどん減る一方でして、今。あ、そばもインスタに上げてるんですか。あ、そばの方上げてるんだけど、そば、うん、は増えたんだけど、同じくらい二郎系の方のフォロワーが、まあまあ、減ってる、まあ、しょうがないよ。しょうがないですよね。後ほどまた復活をすると思うんですけど、このあと、うん、今度やぶそばですから、ついに、うん、最後の御三家。ああ、なるほどね、御三家から攻めてた。御三家から今攻めてますね。さらしな、でいつかちょっと本場長野でね、本場サバシナも行ってみたいなと思ってます。うちに行きましょう。ああ、それいいね。そばうち、いいじゃんそれ。ああ、いいかも。うちに行きましょう。ジローよりもハードルは低いかもね。まあそのスープとかね、やんなくていいからね。そう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 、ね、なんなら本場のやっぱ見た本店に打たせてくださいっつっても、手やんでいってなるから。手やんでもそば打ちたいけどありますか。あ、そうだ、そば打ちはねやってみたいですね、それ ね、 ね、味も結構詳しくなるかもしれない。さらに石臼のとこからね。そっからね、あんのかな。やりたいな。やらせてくれるんだから私行く遠征運転しますんで。ああ、いいね、行けるんだったら、まあ、うん、まあスケジュール合えばですね、行きましょう。という感じでね、まだまだ楽しみですね。ハイカラそば巡り、今後ともよろしくお願いいたします。ごちそうさま。Thank you.